こんにちは、カノです。今日はですね、イベント用のタオルですね、これのデザインの仕方をですね、どんなようにしたらやっぱり一番効率よくいいのができちゃうんだろうっていうのをちょっとね、ワンポイントで説明させていただきたいと思います。で、やっぱりね、一番イベント用のタオルで問題なのは価格と納期なんですね。この2つです。で、来れば来るほど当然、こういったケチガヤのジャガードであるとか、ですね、ジャガードのものですね、裏表こう反転するようなね、こういったものもできます。ただやっぱりね、こういったものって納期がかかっちゃうんですね。納期とやっぱ単価もね、ある程度高くなっちゃいます。で、やっぱどうしても皆さんに配布するものなので、そんなに予算もないんですよっていうお話をよく聞くんですけども、その場合はですね、こういった形ですね、既製品の生地の上に一色で、顔料でプリントしてしまうっていう方法、これも考え方なんですね。デザインのやっぱりやり方によってそんなにおかしなものにはならないです。これも結構かっこいいですね。ね、やっぱデザイナーさんの、やっぱ腕やと思いますね、この辺は。ですから、またぜひその辺の予算と納期で、縛られている場合ですね、一度我々のところにお電話いただいてですね、一番いい方法をご提供で させていただきますので、その辺をですね、一度相談していただくというのは一応間違いない方法かと思います。またよろしくお願いいたします。